はい、こっちはもうリハーサルバッチリで、記録のバンドも全員来てくれましたですね、もう大変高価な楽器がありますから保険なんかもかかって大変なんですよ、ね、うわなんかすごそうですね。もうさっきまで上でね座っててこっちでも演奏したり歌ってたらもうさらにくたびれたという感じでもね、音楽が始まっちゃえばやはり、どうしても乗ってしまうというね性質ですから、頑張りたいと思います。頑張ってくださいね。さて内容ですけれどもね、どんな感じになっていくんでしょうか。どんな感じというのはこれから聞いてわかるという、そうですね、口では説明がしにくいというね、ゆきろ君のいろんなレパートリーはもちろんなんですけども、僕とゆきろ君で、ちょっと不思議な今まで絶対これは公開したことのないというね、僕らのフェイバリットみたいなのを歌ったりとかですね、いろいろ趣向を凝らしてますから楽しみにしてください。本当に楽しみですね。はいどうぞ。はい、それでは、今日の鳥ですね、鳥を務めます高橋幸宏さんを紹介したいと思います。どうぞ。どうも高橋幸宏でございます。どうぞと言われに地味に出てきましたどうもこんばんは。今日ね何日か前からちょっと風邪をひいてましてね、もう今日のためにね体調整えようと思いながらつい風邪をひいてしまったという。最近なんか喉があれだからね、声に保険も入ってる。入ってます、入ってます。大丈夫です、もうバッチリですから盛り上がっていきたいと思います。はい、というわけで、この後のスタジオライブをお楽しみに。So tired, I wanna go home. I don't care
朝に燃える
なんか終わってシーンとするのがこのスタジオライブのあれですね。あの普通お客様がこうみんないらっしゃってですね、わーっと来るところがね、よく考えてしっとりとしてますね。しっとりしちゃうという、でもちぶさとになってしまうという。でもあのこれは全部ツアーのご一行さんが来てくれてますから。でもツアー全部終わっちゃったんでしょ。そうです。だから慣れちゃっててね、もうここまで来ると慣れてしまった。ダメですよ慣れは。いやそういう意味そういう慣れ合いという意味ではなく、でもツアーもでも年に1回はやってたっけ。うん、大体5年間毎年やってます。真面目ですね。はい、真面目を絵に描いたような性格。そうですか。ではまた、次もお願いします。はい、ちょっと懐かしい曲になるんですけど、その辺のとこを聴いてください。
Radio Jack, with a big radio jack.
嘘ばかりいつでも
返しが今でも僕は一人持ってる。飛ばせたどこかで見た場面、優しげな黄昏に包まれて、言われた僕の心どこかに捨ててしまおう。
はそこにいるか。僕は見つけてた天使の翼を、雨に沈む午後は流れて、
今回小原もいるしね、ついこの間とミカバンドを思い出してしまうという、ね、ミカバンド以前という説もありますね。ありますね。軽井沢でパーティーをやってたというほとんどアマチュアバンドのノリになってますが、調子に乗って、もう一曲やってしまうという、これはちょっと僕が見つけてきたんですが、元から好きだったんですけど思い出して、ボビー・ウマークというね、ですね、まあ、歌の神様みたいな人で、その人の If You Don't Want My Love というね、これまた渋い、はい、歌をまた殿行きバージョンでお送りしたいと思います。はい、
baby, give it back. Baby, give it back. Whoa. If you don't want my love, if you don't need my love, baby, give it back. Oh, baby, give it back to me. ね、高橋さんも非常にですね、はい、もう気持ちよさそうに非常にもうソウルフルにね先ほど歌っていただいたんですけれどもね、本当にでもお二人で演奏なさることなんていうのは珍しいんでしょ。レコーディングではよくなんかよくというか、こういうのはまるで初めてじゃないですか。これはまるで初めてですね。ねえ、日本で初めて世界で初めてですね。あ、すごい。というわけでね、今日のメンバーをちょっとここでご紹介していただきたいなって思うんですけれども、はい、では一つ雪野選手から。いや、僕でいいですか。いいですよ。じゃあそこで下向いてる、ベースが小原くんです。懐かしの小原くんですけどね。イエーイ。それからこれ僕から見える範囲しかねパッて言えないんですけどね、後ろの後ろがドラムスのステボーくんですね、スティーブ・ジャンセン。そして、あっちのサックスが2人が、矢口博康くんとスーザン・ヘンドリックス。日本語で喋んないからいきなりなんか日本語喋っちゃうんですよね。それからギターが大村健二、そしてジミー・タンネルとお二人でございます。日英、あ、もう一人いた、キーボード隅っこにかわいそうだよ。コシミヒアルちゃんというわけです , 笑ってますけどね、見えないんですよ、その視覚でね、ちょっとね。そこがスタジオライブの良さ、楽器が積み上げてありますからね。元気なんか笑ってます。大丈夫そうですね。ミニがかわいいですね。日英混合という感じで、はい、ね、じゃあこの後また続けてお願いします。景気よくいきたいと思います。
time I dream about you, heartbeat shakes me up. Oh, I just wanna say I miss you badly. Thinking about the weekend already makes me sad enough to rest. Fancy bar and restaurant, did things didn't work. Why couldn't we work it out? I miss you badly. You were the only solution. The same things to me.
というわけなんですけれども、まあ、はい、いろんなメンバーをこうやってフューチャーして僕のツアー今年はやったわけですけれども、こうやってスタジオ出るとまたぐっと雰囲気が違うんです、違うんですなんと自分で納得しておりますけれども、ちょっとまあ去年の僕のアルバムになるんですけど、ワンサーフルというアルバムから2曲お送りします。
さあ、今までまあいろいろ僕のライブをお送りしてまいりましたけれども、通常のステージでのライブだとここから一気に畳み込む場にやってまいりましてですね、ここから一気に畳み込みたいと。だから今ラジオを聞いているお聞きの皆様、思いっきり踊ったりしてはいかがでしょうか。So bad, my spirit's weak. Somebody please, what's wrong with me? What do you see? I see a forest. What kind? There's a light in the darkness. What you gonna do? I wanna walk in it. What you say? I feel so bad, my body's weak.Somebody please, what's wrong with me? What do you see? I see a moth. What kind? It looks like my lover. What you gonna do? I wanna chase it. Not you think of?But it's also very Friday Friday
there just isn't not time for that. I've got to tell you about the flower. Doesn't matter what you wanna call it. It's colossal, it's supernatural. Don't believe me, you just got to feel it. Feel it. Here it comes again, the sound echoing up out of the ground. Is it only me that can feel it? So strong I can almost see it. I had a dream. You gave me a sign and put me on a new track. You may be thinking everything is great. Sometimes nothing seems to go right. I don't know, I could be wrong, but it seems to me it's all gonna work out. It's gonna work out. My bright tomorrow, where
happens like a knife. Is it that time of year or that time of life? Got to make a way to the other side. Find a place where I can see for miles. My bright tomorrow, where are you today? Why can't you stand now and carry me away? My bright tomorrow, I need to be free. What do I have to do for you to rescue me? Rain is so heavy, it cuts like a knife. Is it the time of year or the time of life? Got to make a way to the other side. Find a place where I can see for miles.盛り上がりましたね。畳み込みましたね。畳み込みをもう踊ってますよ。スタッフなんかは、踊ってましたね。ここで話はガラッと変わりますけども、はい、スティーブと一緒に作ったやつがなんかイギリスで流行りつつあるという。うん、あのね、いや流行りつつあるという、流行ってしまいそう。うん、僕たちは流行らせたい、で向こう側としては流行ってしまいそう。ただね、僕ほらトーマーも知ってるけど飛行機嫌いじゃない。うん、そうするとイギリスで曲が売れたりするとまたプロモーションに行かなきゃならない。この贅沢な悩み。行きなさい、それぐらい。そうですね、頑張ります。そんなにでも飛行機は昔から嫌いでしたね。そうでしょ、ミカバンドの頃からですよあれ。そういえば今は去ること、十何年か前トノバンとね一緒にロンドンに行った時に、うん、結構飛行機揺れたことがあったでしょ。僕は寝てたんですよ。そう、寝てたんだよ、トノバン。僕は心配でね、あれ、トノバンなんか横になって寝てたんですよ、それで。ベルトも締めずに。そう。で、締めてくれたってんでしょ？そう。張っていって締めたというね。で、それでなんかいろんな怪我っていうか、なんかぶつけたという。食べ物がちょうど出てた時で、いやしいトノバンがよくご飯食べずに寝てましたね。いや。それでね、その食べ物が天井まで行ってったの。で、落ちてきてね、もうロンドン着くちょっと前だってね、もうコートとか、こうズボンがぐしゃぐしゃになった覚えがありまして、それ以来ね、嫌なんです。全然でも覚えてないんですよね、僕はね。そのせい雪の中言われたんびにね、きっとそれはね。そうだよね、作り話。いや、違う。人に恩を売ろうと思って。いや。作り話をしてんじゃないか。そういうわけでございません。そうですか。はい。じゃあ、ひょっとすると、それでプロモーションでイギリス行ったりするかもしれないっていう。はい。でも、今後の、もう、ツアーもやっちゃったし、アルバムも出ちゃったし、うん、でもワークホリックな生き力としては。だってね、ツアー終わったのがね9月の25日かな、その辺だったんですよね。うん、それで次の日にはもうねレコーディングを始めてたというこの鬼のような、うん、ちょうどねワイズという洋服のメーカーがあるんですけど、そこのパリのコレクションの音楽をレコーディング今してまして、うん、いわゆるワイズというとヨージ山本のミュージシャンが大好きなヨージ山本ですね。彼のパリコレの音楽を今ちょうどやってまして、そのおかげで僕は徹夜で、つい風邪をひいてしまったというわけですね。でもそういうほら洋服の世界ではね、向こうでこうスターが出ちゃったじゃない、そういう意味でね。うん、そうだね。非常に日本でももちろん有名ですけど、向こうですごいもんね。うん、だから音楽の方で出たいですね、やっぱり。出たいですね。なぜですか、洋服って昔からほら健三さんとかね、一世三宅とかね、伊勢さんとかみんな結構ね、インターナショナルでしょ、完全にね。うん、なのに音楽は今一つそうならない。YMO ぐらい、ミカバンドと YMO ぐらいだったというね。でもやっぱりそういうさ、公平な目で見てね、非常にその向こうで受ける受けないというよりもなんかこうかっこいいというね、単純にそういうのがなかなか少なかったのが、やっぱり雪なんかこういうね、はい、ポップスをずっとやってくれるとね、絶対行きますよ。はい、嫌がらずに向こう行ってプロモーションしてきなさい。だんだん年になってきましたけどね。じゃあ、最後の曲をお願いしたいんですけども、はいはい、最後はウィークエンドという曲ですね。そうです。では。
た憧れを見る中を君をお迎えに出かけよう。今頃きっとお気に入りのドレス先に話す彼との声。